今からね浜の町アーケードの中に入るんですが、ここね一応国道になってますんで、自分をちょっとこう記録に残そうと思うんですが、あの時間ですね、通行時間10時から5時までが、あ、歩行者か、これちょっとね、カメラを収めておきますね。皆さんもね、まあ、多分役に立つかと思いますので、ではアーケードの中ね入っていきますね。いろんな店がねできてますね。スイーツショップということで、カフェかな、カップケーキみたいなねお店ですけどね。なんかね周りからねじろじろ見られますけども、なんか中国人か台湾人にね間違えられてるみたいですね。自分ね周りからねこうじろじろ見られますけどもね、ニーハオと言ってみようかな。久しぶりねアクションカメラを使ってますんで、映像がねどれだけ揺れてるかわからないんですけどもね、まあ綺麗にね撮れてればいいですけどね。あ、もしかしてあの今ねテレビ撮影かなんかやってますね。あら、テレビ撮影をね行ってますね。あーはーはーはー、あのお笑いコンビの人ですね、お笑いコンビの人が今撮影を行ってました。もうすぐ左側に浜屋が見えてきまして、そして石丸文庫堂さんもね確か見えてくるんですけども、久しぶりに、本当に久しぶりにねこちら浜の町アーケードの中をね撮影しておりますが、これねほとんどもう編集せずにねそのままスポーンとダイレクトに皆さんにお届けする予定です。石丸文庫、あ、河内屋さんだ、河内屋さんのお餅だ、美味しそう、わあ美味しそうなお餅だ、河内屋さんのお餅だ、お餅ね600円でね5個入り、子が4個入りぐらいあったんですけども、あーアーケード、こちら浜屋の方にね今前に着いたんですが、静かな感じですね浜屋アーケード、あ、ごめんなさい浜屋デパート前ね。でこちら右側がね仲見世8番街になります。まあ、ちょっとね奥の方、見ましたらば大勢のね、歩行者の方がね結構多いんですけども、河内屋さんの町ちょっと行ってみよう。ちょっと見させてもらおう、よいしょ、こんにちは、あの失礼ですけど、ちんどん屋の河内屋さんの、あ、はい、すいません、ちょっとあの、ね、インスタの方でフォローしちゃってるんですけども、はい、ちょっと YouTuber をさせてもらってるんですが、はい、ちょっとだけ打ちさせてもらうことができますか、申し訳ないです、はい、すいません、大丈夫か、はい、いいですか、すいません、はい、つきたてのお餅ですよね、はい、今朝ついて、あ、そうなんですか、はい、キネと薄で人力でついております。あ、そうですか、今大丈夫ですか、はい、はい、はもうあれですか、その、まあ、柔らかいのは、まあ、そうなんですけども、どういう食べ方で食べれば、はい、もううちの売りはそのまま召し上がっていただけるのが一番おいしい、つきたてのやつをですけど、まあ、そうはもう失礼な話、こう、はい、生というか、まあ、もちろん少しこんがりって焼いて、あ、そうですね、はい、トースターでちょっと表面焦がして、焦がしてって形ですかね、砂糖醤油で食べたら、これこちらの甘いお砂糖、あの用の、あ、気持ちいいですね、醤油もあるんです、ご用意してるんですけども、それで食べたり、まあ、はい、醤油にお砂糖をちょっとまぶしてバリバリとやって、はい、まあ、余裕あれば海苔で磯辺焼きとか、焼き、はい、して、あ、普通すみません失礼ですけど、こちらの方でこう毎日のように販売されてるんですか、ね、火曜日が、はい、石丸文庫堂さんの前で、はい、木曜日はなぜか博多屋さんの方、
向かい側の。向かい側の方でですね。はい、あと不定期で千歳ピアとか、はい、中園町にある、ペールメールの喫茶店、ペールメールさんと入り口の前で販売してます。美味しいお餅、ね、食べてください。ありがとうございます。本当すみませんでした。はい、ありがとうございます。あ、すみません。あ、申し訳ない。さあ、河内屋さんのね、お餅を売っているところに遭遇いたしまして、河内屋さんと言いましたら、皆さんね、知ってる通りに、ちんどん屋さん、長崎でね、または全国で有名なちんどん屋さんのパフォーマンス、まあ、ちんどん屋さんのパフォーマンスって言うとおかしいけど、ね、めちゃくちゃ有名で、ハイクオリティのね、パフォーマンスをされる、グループなんですけども、中野さんの方にね、ちょっと行きますけども、こちらが大曲り、笠谷さんの方ですね。多分ね、これ編集こちらがね、もうほとんど編集なしの動画になりますんで、まあ、見苦しいところもねあると思いますけども、ぜひご覧になってください。最後まで。さて、予想通りに出てきましたけども、今日の、予想さんがやっぱり閉まってる。今日のね、よっそうさん、茶碗蒸しの専門店、あれ、なんでかな、自分がね、よっそうさんの前を通るときはね、結構休んでいる時が多いんですよね。本日は休み。じゃあ今月のね、定休日、こちら情報の方ね、一応撮影しておきますね、お伝えしておきます。9日、16、20、22、23、29、30と結構ねお休みが多いですね。さあ、もう一回ちょっとアーケードの方入りますね。あ、それとね、自分ちょっとこう撮影したい場所がありまして、これをね右側に行くんですけども、あ、このね103が閉店になるんですよね。1892年からね、営んでいる、バックの103がねもう終わりになるんですよ。あ、こちらね103の方ですけども、まあね、懐かしいと思っている方もねいらっしゃると思うんですけどね、103こちらの方がね、もうなくなってしまうということです。後継者がね確かいらっしゃらないという、なんか新聞か Google ニュースで見たんですけどね。でクジラの浦崎さん、クジラカツ、このアクションカメラがね本当心配なんですよね。ジンバル使ってませんので、一応この多分手ぶれとかには強いんじゃないかなと思うんですけども、久しぶり使った金がね、この手ぶれがどれぐらい、影響するかっていうのをねちょっと心配してます。まあ、外国の旅行者もいた、左側に外国の旅行者もね。あ、こちらセントラル劇場、そのままね看板残してる、居酒屋さんですよね。多分ねこの通りの風景なんかね懐かしいと思ってくれてる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますね。蕎麦屋さん創業明治25年というね、千一庵さんが、これね、一回食べてみたいと思うんやけども、なかなか来る機会がないんよね。
昼ご飯時とかね、車を置いてね、来るってこともね、ないですからね。さてね、ちょうど、裏道の方に来まして、何だったっけ、アースティンさん、ニッキー・アースティンさんでよかったかな、あのトルコライスでね、有名なお店ですけども、品物、ね、結構種類が多いんですけども、うわ、美味しそう。この、 あのサンプル見ただけでもね、めちゃくちゃうまそうなんですけどね、トルコライス。チキンカツがメインのトルコライスとか、辛いドライカレーの、ね、ピラフとかもありますね。でこちらがお弁当ランチと、さまざまな種類がありますけども、さあこの路地裏道をね、通りまして、またアーケードの方へね、向かいますね。こちらあの正面に来ましたらはにぎわい橋ですけども、これを左に行って、中華料理屋さんのね、平和楼さんがあるんですよね。ここの平和楼さんもね、結構有名ですよ。インスタとか確かね、有名な方々、芸能人の方々がね、来られてる写真なんかもね、なんて言いますか、アップされたりとかしてるんですけど、こちらが平和楼さんですけども、わあ、たくさんいらっしゃる、いろんな方々が、あ、すげえ。でもね、今の時間ね、準備中なんですよね。あ、開いてたか。いや、平和楼さんね、今ね、準備中ですね。お持ち帰りもね、焼き餃子から水餃子とか小籠包とかね、あるみたいですけどもね。ああ、今日は本当に蒸し暑い。風も吹いてませんし。ああ、汗だらだらで、ね、まあね、声をね、張り上げてね、まあ、話すということはちょっと難しい状態なんですけどね、通行人の方にね、迷惑かけれませんからね。でこれを、違う、これを右に曲がったらメガネ橋の、あ、そうやった、あの小倉屋さんのね、以前もちょっとご紹介何回かしておりますけども、改めてですが、小倉屋さんの象徴であるメガネ橋のね、形をした、あれは何て言いますか、ショップサインって言えばいいのかな、看板って言えばいいのかな、メガネ橋の形をした、その看板がもう撤去されております。確かにね、この撤去されたらね、なんて言います、景色っていうのはね、スポーンと前が、ね、見えるんですが、象徴だったですからね、なんかね、長崎のね、一つの観光地というか、そういうメイン看板がですね、なくなったのもちょっとね、寂しい思いがいたします。でこちら左側が、元佐賀銀行の場所です。佐賀銀行、結構広い土地です。まあおそらくここもね、マンションが建つと思うんですけどね、建設されると思います。ではですね、西浜の町電停のところからアーケードの方ね、入ってみます。うわ、暑い、じゃなかった、涼しい。あ、これ左側、あれ100円ショップじゃんか、これ、あ、そっか、左側は確かレンタルショップかなんかだったですよね。あ、まだなんか工事してますね。エディオンさん、元エディオンさんがあった場所も、まあ、なんか工事かなんかしてるみたいですけども、ここも何かに変貌するんでしょうか。何ができるんやろか、エディオンさん。あ、解体工事だ。
令和7年3月31日までということで解体されるんですね。じゃあこのままね、アーケードの、ね、中心部の方まで進んでみます。本当ね、人が多いんですよね。普通の曜日の今、夕方の4時20分ぐらいですけども、人が多いんですが、各両サイドのお店の方はね、そんなにお客さんはね、あまり入ってないような、そういう感じです。中途半端なね、時間の4時25分ぐらいですので、まあ買い物どうなんだろう、この通行人の方々多いんですけどね、お店に来るためにここに来てるのか、ただここはね、通行、ごめんなさい、通勤通学のね、道だから通っているのか、ちょっと定かじゃないんですけどもね。これを右の方に行きます。ちょっと待ってね、根元のおかまさんのね、それ正面撮りますね。浜クロス、浜クロス411という建物になります。金座ダイヤモンドスライス、アーケードもね、西浜の町から、油屋町の方はお店のね、クーラー、あのお店の中のクーラーの、冷気がね、アーケードの中に、漏れてっていうか流れてきますので涼しいんですが、ここの通りはね、なぜか暑いんですよね。あ、梅月堂さん130年かな、梅月堂さんね、創業130年ということで、歴史ある、ね、ケーキ屋さんでもあります。わあ、汗がめちゃくちゃ出る。大月堂さんに西銀さんと、はい、お店が並んでおります。じゃあこちらが中華街方面の出口になります。岩崎本舗さん、右がね、角煮まんじゅうで有名なお店であります。